吉川常家が勝江殺しの極限状態で下した最後の決断に涙せよ。戦の作戦にはいろいろありますよね。水攻め、火攻め、夜襲、その中でも派手さがないのに最も凄惨なものが兵糧攻めです。火殺しや勝江殺しとも言われています。そんな勝江殺しの標的となり、城兵や農民たちと共に飢えに苦しんだ武将が吉川常家でした。責任感あふれる義の男だった彼が最後に下した決断はいかにも侍らしいものだったんです。必ず誰もがその最後に涙する彼の生涯をご紹介します。吉川家と毛利家のつながり、実は乗っ取りでした。常家の誕生を記す前に吉川家と毛利家について少し触れておかなくてはいけません。戦国時代、中国地方の雄となった毛利元就は周辺豪族に養子として自分の息子たちを送り込みました。彼らは成長するとその家を継ぐこととなり、事実上の乗っ取りを成功させていったわけなんですね。その最たるものが吉川家と小早川家なんです。そんな吉川家には元就の次男元春が養子に入り当主となりました。吉川家は各地に分家がおり、様々な吉川家が存在しましたが、常家の家は石見、島根県西部を拠点とした石見吉川家だったんですね。とは言っても常家の父常康もまた同系一族からの養子なので、まあ違う家になっちゃったといえばそれも否定できませんが、石見吉川家の嫡男として生まれる。というわけで天文16年1547年、常家は毛利家臣吉川常康の嫡男として誕生したんです。父常康は石見銀山の管理を任されていたくらいなので、結構できる人物であり信頼もされていたんでしょうね。永禄3年1560年、遠く東の桶狭間で織田信長が今川義元を破った頃、14歳になった常家は元服しました。その翌年には毛利家最大のライバル天子家に寝返った石見の豪族に5000もの兵で居城を攻められますが、父と共にこれを撃退しています。当時としてはまだ珍しかった火縄銃を使用したとのことで、財力も相当あったと見ていいでしょう。なんせ一説には1丁が何百万、それ以上の価値を持っていた時もあったそうですから。信長、秀吉による中国征伐の始まり。しかし天下の情勢は徐々に毛利家にとっては不穏なものになっていきます。先ほども触れましたが、織田信長の勢いは他の戦国大名など足元にも及ばないものでした。天下不武のスローガンを掲げた信長は各地の勢力を武力でもって制圧し、その圧倒的な力を示して天下を取ろうとしていたんです。東からやってきた信長の次なるターゲットは西。西とはもちろん毛利家のことでした。そして当時頭角を現してきた羽柴秀吉、後の豊臣秀吉に中国地方、つまりは毛利征伐を命じたんです。毛利家もまた全盛期を迎え、吉川小早川家、通称両仙という強い支えを持ち、東へと目を向けていたところでした。織田信長は目下の敵だったわけです。信長と仲違いした室町幕府将軍足利義昭の命により、反信長の戦国大名たちと信長包囲網の一角を担っていたということもありました。となれば毛利家の家臣として吉川家は戦いに臨みます。こうして常家もまた嫌をなしに戦乱の世に巻き込まれていくこととなりました。鳥取城主がおじけづいて織田方に投降。秀吉はさすが後に天下を取るだけの実力を持っていた男です。中国征伐はじわじわと進み、特に播磨、兵庫県での三木合戦は三木の火殺しと呼ばれる兵糧攻めを行って制圧していたんです。着々と進行してくる織田方の軍勢に稲葉、鳥取県東部の鳥取城主山名豊国は織田方への降伏を考え始めました。
もともと彼は毛利勢に攻められて従っていただけなので、織田方の強さを見せつけられたらやっぱりこっちと思ったのも仕方がないことなのかもしれません。長いものには巻かれた方がいい時もありますよ。豊国を攻めてもしょうがないんです。はい、そういうわけでおじけづいた山名豊国は家臣たちの公選主張には耳も貸さず、なんと一人で秀吉の陣に行って、ごめんなさい降伏しますと頭を下げてしまいました。しかもこの人、なんと翌年の鳥取城攻めにはちゃっかり秀吉方として従軍し、後に徳川方につき大阪の陣も見届け、江戸時代まで生きているんです。彼にとってはこの時の選択はベストだったってことですよね。戦国の世の定めとはいえ、この後の常家の行く末を知るとなんだかなという気持ちにはなってしまいます。鳥取城主となるも、その手には首桶を携え、山名豊国が秀吉に投降したのが天正8年1580年でしたが、本格的な鳥取城攻めが始まったのは翌年のことでした。城主がいなくなってしまった鳥取城の家臣たちは、吉川家の棟梁吉川元春に支援を頼みます。そこで元春が選んだのは、吉川一門の中でも武勇に優れ聡明として知られていた常家でした。しかしそれは裏を返せばとても厳しい任務だったわけで、入城の際常家は首桶を持参していたといいます。首桶とは言葉通り自らの首を入れる桶、首を切られる覚悟があったということなんですね。もうこの時点で悲壮感が漂いすぎて切なくなってきます。そして鳥取城に入った天正9年1581年2月、常家は城兵の他の戦力も確保すべく、周辺の農民も城に入れました。これでおよそ4000の兵力となりましたが、秀吉の軍はおよそ2万、まだまだ対抗できるような数ではありません。となれば打って出るより拠点にこもる方がまだマシ、常家は籠城戦を選びました。ところで戦には兵の強さや数も必要ですが、一番大事なのは補給です。補給路が不安ならば十分な兵糧を確保してから籠城するのが当然のことなんですね。当時鳥取城には約3ヶ月分の兵糧があったといいます。しかし農民兵を入れたことで足りなくなる恐れが出てきたため、常家はすぐに近辺の商人のもとへ米を買いに部下を走らせました。ところが常家を愕然とさせる知らせが届いたのです。軍師黒田官兵衛の秘策と秀吉再度の兵糧攻め、常家のもとに届いたのはすでに稲葉の国内の米が全て買い取られてしまっているという事実でした。これは秀吉の軍師黒田官兵衛の策だったと言われています。あらかじめ兵糧攻めを決めていたため、国内の米を相場よりもずっと高い値で買い取ってしまったんですね。それにつられて鳥取城内の兵までもが城の備蓄米を売ってしまったという話もあるくらいなんです。そして秀吉軍は陸路ではなく海路や河川まで封鎖し、徹底的に鳥取城への補給路を断ったんですよ。これではいくら毛利といえども常家を助けてやることができません。じわじわと窮地に追い込まれていく間、常家はどんな気持ちでいたんでしょうか。戦らしいことは何もしていないのに、すでに絶望的な状況。大将として戦う前から城を明け渡すわけにもいかず、それでいて城兵を飢えさせるのも忍びない、とても苦しい胸の内だったはずです。飢餓は人を鬼にする、鳥取城の阿鼻叫喚。6月になると秀吉軍2万は鳥取城を包囲します。しかしそれ以上のことは何もしません。ただじっと鳥取城の兵糧が尽きるのを待っていたんです。何もしなくても人間は物を食べます。兵糧は日に日に減っていき、ついには尽きてしまったのでした。最初のうちは皆我慢していましたが、時間が経つにつれて兵糧攻めの恐ろしさが現れ始めます。2ヶ月目には城内の家畜や植物を食い尽くし、3ヶ月目になると餓死者が出始めました。
そしてついには死者の肉を食らうまでになってしまったんです。この時の状況が歴史書に記されており、痩せ衰えた人々が包囲の柵にすがりつき、助けてくれと叫ぶ有様だったそうです。しかし秀吉軍は反対に彼らに鉄砲を撃ち込みました。そして倒れた人々に別の人々が群がり、その肉を食らうという地獄絵図が繰り広げられたのです。籠城戦の非常さの極み。このような状況に至り、常家は責任は全て自分にありとして降伏を決めました。責任は自らの命で、常家は秀吉に使者を送り、自らの自害で責任を取るので兵たちの命は助けてほしいと申し出ました。しかし秀吉は常家の才能を惜しみ、籠城に至る原因となった山名豊国の家臣たちの自害だけでいいと答えますが、常家は頑としてそれを受け入れません。あくまでも自分が死ななければダメだと言うんです。困り果てた秀吉は信長に常家をどうしたらいいかという使者まで出しています。本当に常家が惜しかったのでしょうね。信長の返事は常家の好きにさせてやるがいいというものでした。そして秀吉は泣く泣く常家の申し出を受けることにしたんです。10月末の早朝、城兵と同様痩せ衰えた常家は家臣たちと別れの杯を交わし自刃しました。享年35歳、まだまだこれからという時の悲劇でした。常家の首は首桶に入れて秀吉のもとに届けられ、彼はそれを見るなり、哀れなる義士よと泣いたそうです。このあと首は信長のもとへと送られましたが、あの信長でさえこの首を丁重に葬ったそうですよ。常家の遺書に込められた思い。自刃を前にし、常家は何通かの遺書をしたためていました。一通は吉川元春の息子広家宛てのもの。これには日の本の二つの弓矢、織田と毛利の間で切腹するならこの上ない名誉ですと書かれています。そして思わず涙してしまうのが子供たちに宛てたもの。子供が読めるように全部ひらがなで書いてあるんですよ。父は200日こらえたが兵糧が尽きてしまった。私一人の命を差し出し、皆の命を助け、一門の名を挙げるのだ。そんな幸せな話を生き残った者から聞いてくれ。最後に子供たち一人一人の名前が書き連ねてあります。これが幸せな話だなんてと思いますが、これこそ常家が貫いた義士の道だったんですね。そんな彼の生き様に感銘を受けたのは後世の人々も同様でした。平成に入ってから鳥取市内には彼の銅像が建てられたんですよ。ちなみに落語家の5代目三遊亭円楽、昔商店の司会をしていた方ですは、常家の三男の子孫だとか。そのため肖像画の残っていない常家の銅像を建てるにあたりモデルの一人になったそうですよ。ちなみに5代目円楽の本姓は吉川、祖父の代に吉川から改めたのだそうです。こうして常家の血は今に受け継がれているんですね。ちょっと嬉しくなるエピソードでした。まとめ。1、吉川本家は毛利家の分家みたいなものだった。2、常家は吉川本家の分家筋に生まれたが毛利家臣として信頼を得ていた。3、織田信長による中国攻めにより戦へと身を投じた。4、信長の勢いにビビった鳥取城主が投降。5、新たな鳥取城主として常家は首桶を持参して入城した。6、秀吉軍の兵糧攻めに戦わずして絶望的な状況に追い込まれた。7、飢餓に苦しむ人々を目にし降伏を決断。8、責任を取るため自害を申し出た。9、義士そのままの遺書が泣ける。秀吉が惜しみ信長も認めた義士吉川常家。腹を切って責任を取るやり方は戦国時代に多くありましたが、
常家の切腹ほど惜しいものはないと思います。同時に兵糧攻めの恐ろしさを感じた次第です。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。この写楽のボタンを押してくださいね。あと、こちらの動画ももしよかったらご覧くださいませ。どうぞよろしくお願いします。